よ、どうも。お前、さっきの技、もう一回やってみ。嬉しかった。今度こそ助かったと思ったんだ。 素人じゃないよな。どこの銃だ？ザナルク&エイブス。どっから来たって？あ、悪い。今のなし。あ、俺さ、真に近づきすぎて頭がぐるぐるなんだよな。だからどこから来たとか、ここがどこなのかとか。 真の毒気にやられたか。でもこうして生きてるんだ。エボンの賜物だな。トレーニング続けてろ。俺はワッカ、このビサイドオーラカの戦士兼コーチだ。なんだ腹減りか。よし、村行くぞ。なんか食わしてやる。 ワッカはいいやつだと思った。だから聞いてみたくなったんだ。あのさ、ザナルカンドって1000年前に滅びたんだよな。今は遺跡になってしまったで、いいんだよな。昔々スピラにはでっかい町がたくさんあった。夜でも賑やかな機械仕掛けの大都市だ。 みんな機械の力に頼って面白おかしく遊んでたわけだ。だけどな、見てみろ、突然神が現れて機械の街を全部壊しちまった。もちろんザナルカンドもな。それが大体1000年前。そう、お前の言う通りだ。まあ、神は調子に乗っちまった人間への罰ってわけだな。まったくよ。 昔のやつらのせいで今の俺たちが苦労するなんて腹が立つよな。もちろん罪を償うのは今の人間の大切な役目だ。それは分かってるさ。でも時々やりきれなくなってな。リュックの言った通りだった。ワッカもリュックも嘘をつく必要なんて全然ないんだ。でもよ、ザナルカンドエイブスってのは笑えたぞ。
もしかしたらそんなチーム本当にあったのかもしれないけどよ。まあ楽して暮らしてた時代のチームなんて岩っちに決まってるけどね。お前が落ち込むことないだろうが。俺を励ましてくれるワッカの気持ち嬉しかった。でもその時俺が考えていたのは、始まりは真だ。だからもう一度真に会えば、それができたらザナルカンドへ帰ることができるかもしれない。その時が来るまでは、ここがどこかとか、いつの時代だとか、気にするのはやめよう。気にしないってのは難しかったけど、少しだけ楽になった。ほんの少しだけ。なんかあんのか？ああ！何すんだよ！話せよ。お願いがあるんだな。あんたのチームに入れてんだろ。もうすぐ大きなブリッツの大会がある。スピラ中のチームが集まるでかいやつだ。でかい大会だから、お前のこと知ってる奴らもきっと来る。そしたらお前元のチームや生活に戻れるだろう。なあ、悪い話じゃないと思うぞ。どうだ。いいよ。ありがとうよ。大会まで頼んだぜ。ブリッツとシンだけがザナルカンドとスピラをつないでるような気がしたんだ。そんなに外れてなかったろ。俺はあそこで生まれて、5歳でブリッツボールを始めた。13歳でビサイドオーラカに入って、10年戦士ってやつだな。でも10年やっても大会じゃ一度も勝てなかった。で、引き際が肝心だってんで、去年の大会を最後に引退したんだ。でな、引退してから新しい仕事を始めたんだよな。でもちょっと気抜いたらすぐブリッツのこと考えちまう。10年間勝ちなしじゃな。去年の1回戦はチャンスだった。でも
きついことがあって試合に集中できなかった。言い訳っすね。厳しいっすね。次の大会で勝ってスッキリしたい、そういうことか。大会の目標は？順位は関係ないんだ。いい試合ができたらそれでいい。本気でやったって充実感があれば、俺すっきりやめられると思う。目標って聞かれたら優勝って答えろよ。試合に出るなら勝つ、それ以外何があるんだ。優勝？マジっすか。ああ、海から来た人か。この道は魔物が多いから注意した方がいいよ。真に近づいたのに助かったんだろう。こんなところでやられるなよ。誰？討伐隊のルッツとガッタ。ん？討伐隊？お前、そんなことも忘れちまったのか？悪かった。気にすんな、俺が面倒見てやる。うっす。その代わり、大会の時は大活躍してやるから。です。ああ、討伐隊のことは直接聞けよ。村の宿舎にいるはずだ。ビサイド村だ。食べ物ある？後であの家で食わせてやる。しばらく暇つぶしてろ。そうだな あそこが討伐隊宿舎だ。ルツとガッタにいろいろ聞いてみろよ。そうそう、こっち来い。なんだよ。お前いくらなんでもお祈りは覚えてるな。忘れたっていうか知らなかったんだけどさ。生活の基本だろう。まあとにかく教えてやる。うん、あれやってみ。だ。じゃあ寺院の召喚師様にご挨拶してきな。それはブリッツボールの選手だったら誰でも知ってる勝利のおまじないだった。なあ、あんた真に襲われたんだろ。それ最近か。多分な。じゃあ島の近くに真がいるのか。隠してないよな。もちろん。この近くに真が来たのなら島を襲いに来るはずだ。ところがそんな気配はない。悪いけど俺には何もわからないよ。だいたい俺討伐隊ってのもなんだかよくわかってない。冗談だろ。真の毒気か。ガッタ、話してやれ。はい、先輩。討伐隊は真と戦うために生まれた組織である。スピラ中に支部があり、そこに志願した者は誰でも参加可能である。討伐隊は800年前に英雄ミヘン様が作った石山衆を起源とする。後年組織を拡大し討伐隊と名を変え、以来真と戦い続けているのである。800年も戦い続けて
シンを倒せないのか。討伐隊にできるのはシンの進路を変えさせたり、まあはっきり言ってその程度だ。多分俺らにはシンは倒せない。討伐隊の役目はシンから寺院、町、村、人々を守ることだ。じゃあ誰がシンを倒すんだ。シンの毒気ってのはこんなひどいものなんですか。いや、これはかなりひどい。教えてやるのは簡単だが、できれば自分で思い出す方がいい。寺院へ行って祈りを捧げてこい。すべて思い出せますようにってな。なんか本当、本当に俺の知らない世界だった。ブラスカ様が大召喚士となられてから10年、やっとこの寺院にもご聖像が届きました。大召喚士って何すか。俺真の毒気に当たっちゃったんです。何度も同じ言い訳をする自分が少しおかしくて寂しかった。召喚士とは神秘の技で我らエボンの民をお守りくださるお方。選ばれし召喚士が操るは血肉を持たざる聖なる獣召喚獣。祈りに応えて姿現す召喚獣は大いなるエボンの賜物。要するに、なんだかすごいおじさんたちに感謝しなさいってことだと思った。悪いな、飯はまだなんだ。昼寝でも。様子を見に行った方がよくはなかろう。大丈夫だと思うんですが。しかし、もうかれこれ。かれこれ、一日経っているからな。様子を見に行ってもらえますか。すでに関係者で手分けして探している。ありがとうございます。あんなやつ帰ってこなくてもいいのに。死んでしまうかもしれないのよ。それでもいい。そんなにお父さんが嫌い。死んでしまったら嫌いだってことも伝えられないのよ。ワッカ？
何かあったのか？召喚士が試練から帰ってこない。あ？いや、正確にはまだ重召喚士だな。あ？あの奥に試練の間ってのがあって、重召喚士はそのさらに奥で祈る。祈りが通じれば正式な召喚士になれるって思い出したか？誰かが奥の奥から帰ってこない、それは分かった。もう一日経っちまった。命に関わることなのか？時にはどうして助けに行かない？ちゃんとガードがついてるし、何より掟だし。もしものことあったらどうすんだよ。死んじまったらおしまいだろ。掟を破ってはなりません。知るか。いきなり心細くなった。召喚士と重召喚士、そしてガード以外立ち入り禁止だ。掟だからよく覚えとけ。あんたはいいのか？俺はガードだからな。ガードってば？
はスピラ中の寺院で祈りを捧げるための旅に出るんだ。ガードってのはその護衛だ。今この奥にいるガードは一人はすぐに怒るし、もう一人は何考えてるかわからん。ま、ここまで来ちまったら一緒だもんな。しゃね、行くぞ。なんであんたが来るわけ？私たちじゃ不安だった？いや、その、つい…ほら、やっぱり怒ったろうね。召喚士は大丈夫なのか？あんた…できました。私、召喚士になれました。そりゃ驚くって。召喚士はおじさんだと思ってたからさ。こっち。な、わ、なに、あ、よく見てろよ。見え、レッツの。いいぞ。はい。圧倒的な光景だった。見た目は少し怖かったけど、なんていうのかな、不思議な優しさみたいなものが俺にも伝わってきたんだ。そうそう、初めて話をしたのは夜になってからだった。俺には分かってなかったけど、あれは特別な夜だったんだよな。みんなの、俺の。
チームのみんなに紹介だ。今度の大会にどうしても出たいってんでチームに入れることになった。ちょっと記憶がねじ曲がってるから変なこと言うかもしれないが気にするな。俺挨拶。よろしくな、みんな。で、大会の目標は？精一杯頑張る！あ？俺たちの目標は変わった！目標は、優勝だ！クリスタルの優勝カップをこの島に持ち帰る！出る試合には全部勝つ！よそのチームは全部倒す！そうすりゃ優勝できる！簡単なもんだ！優勝だ！起きて破り目。召喚師様に近づくでない。いけないんです。ユーナ様、いかんぞ。でも、元はといえば私のせいですから。ユーナです。さっきはありがとうございました。え？ああ、助けに行ったことか。でもさ、あれまずかったんだろ。俺、余計なことしちゃったよな。いいの、私が未熟だったから。あのさ、召喚獣見たぞ。すごかった。本当？私、大召喚士になれると思う？ユーナ様、もっとお話ししようよ。じゃあ、また明日。明日って？明日は同じ船で出発でしょ？あ、そうなの？お話、できるよね？うん！ザナルカンドのこと、聞かせてね。可愛いだろ。好きになるなよ。そんなの約束できないね。向こうが俺のこと好きになったらどうするよ。そんなことにはならない。眠くなってきたら俺に言え。寝床の用意してやるから。船来ないな。早く来ないとみんなに見つかっちゃうね。本当にいいのか？ザナルカンドに連れてって。こらー、あたしと旅するって言ったのに。あれはユーナを好きになるなって言われたくせに。そっか。いや、そう、だから私と行くの。なーにやってんだ、ガキのくせに女と旅だ。千年早いって。おうおう、また始まるのかな。泣くぞ、すぐ泣くぞ、絶対泣くぞ、ほら泣くぞ。大嫌いだ。聞こえねえな。もっと大きな声で言わないとダメだよ。大嫌いだ。あ？ほら、頑張れ。ほら、頑張れ。大嫌いだ。
もう死んでしまったのよ。あの子がチャップに似ているのは認める。私も最初見たとき驚いたわ。でもどれだけ似てたってチャップの代わりにはならない。今はわからないだろうけど、いつだって私の方が正しかったでしょ。でもさ、あいつだって困ってたし。また言い訳？だってだってでも聞き飽きたわ。のあっ、怖いなあ。で、チャップって？俺の弟だ。お前に似てたんだ。死んだ？討伐隊に入ってたけど、去年シンと戦ってやられた。俺がそれを知ったのは大会の日でな。ああ、それで俺はガードになって真と戦うことにした。敵討ちか。そのつもりだったけどな。笑っちゃうよな。弟の敵討ちとブリッツ、どっちが大事だってんだよな。ま、次の大会終わったらガードに専念すっから。そのためにお前を利用してるみたいだけど、悪いな。気にすんなよ。俺だってあんたに頼りっきりだ。あんたに会えて本当に助かってる。いろいろありがとな、わっか。照れるからやめれ。